堀口恭司 VS 朝倉海良選手の入場です。さあ地元愛知で勝ち星を挙げられるか、大金星なるか、朝倉選手お願いします。朝倉選手、61点、もうちょっと塗りましょう、もうちょっと。はい、朝倉選手 61.00 クリアです。ラストでクリアしました、余裕の表情です。さあ続いて堀口選手お願いします。鍛え抜かれた肉体。はい、堀口選手、60.75 クリアです。クリアしました、明日のメインイベント成立です。さあそれでは前に出ていただきまして、正面を向いての写真撮影をお願いします。ファイティングポーズお願いします。身長差ややあります、朝倉海選手の方が上回っています。そしてライジン、そしておよびベラトールの2冠王堀口恭司選手、日本に凱旋しての試合ということになりました。新鋭の朝倉海選手との一戦です。この身長差というものは明日の試合どんな展開を生み出すんでしょうか、非常に楽しみです。兄ミクル選手が今回セコンドにつきます、海選手です。そして堀口恭司選手も若手を迎えている姿勢になりました。